インド頼盛、できるからこその専王、お家を存続させたのにお家騒動を招いた武将。皆さんこんにちは。今回の歴史の細道はインド頼盛について紹介していこうと思います。戦国武将が生き残っていくためには自身の力量はもちろんのこと、自分を助けてくれる有能な家臣が必要不可欠ですよね。出すぎず下がりすぎず絶妙な距離感を保ってくれたら言うことはありません。今回ご紹介するインド頼盛はお家の危機を切り抜ける術を持った家臣でした。だがしかし彼は有能だったがゆえに多くの問題をお家にもたらしてしまったのです。さて一体どんな武将だったのでしょうか。器量を見込まれ養子に臨まれる。永禄11年1568年頼盛は肥後熊本県南部の戦国武将相良義比の重臣である印藤頼康の息子として誕生しました。印藤氏はかつて主君への謀反に加担し一族がほぼ殺されましたが、頼康だけが助けられ存続してきた家だということです。頼盛は幼い頃に寺の稚児に出されましたが、天正9年1581年に大きな転機が訪れました。父頼康の守る水俣城に島津氏が攻め込んできたのです。14歳の頼盛は寺を抜け出し父に加勢して奮闘したと言われています。ちなみにこの時の島津の攻め手は新色忠元、頼康とは藪見で歌を読み合うという何とも教養レベルの高い戦いをしたそうですよ。この時の頼盛の活躍を認めた人物がいました。相良氏の家老である深見長友です。相良氏にとってなくてはならない名臣でしたが、彼を感嘆させるものが頼盛にはあったのでしょうね。ほどなくして長友は頼盛を自分の養子に臨んだのでした。再起間髪がゆえに同僚との間に亀裂、深見長友はすでに嫡子を亡くしており、養子を望むのは当然のことでした。加えて一族から誰かを養子に迎えようと思っても彼のお眼鏡にかなう力量の人物がいなかったのだそうです。だからこそ頼盛が印藤頼康にとっても一人息子であるにもかかわらず自分の養子にと望んだわけです。しかし頼盛が養子に入ることには深見一族の中では根強い反対がありました。一応長友には深見頼倉という甥がおり、頼盛とはほぼ同年代だったのです。ただ長友にとっては物足りない人物だったようです。とはいえ一族の反対があっては長友といえども頼盛を養子に迎えるわけにはいきませんでした。そこで頼倉を養子とし頼盛をその補佐に当てることにしたのです。しかしこれって暗にお前使えないからと頼倉に言っているようなものですよね。実際頼倉に関してはロドンな人物という評が伝わっているくらいなのです。しかも主である相良頼房も頼盛の才能を認めていたようで、頼盛と頼倉の両者に相良姓を与え同格の奉行として扱うことにしてしまったのですから、頼倉にとっては面白くないわけです。しかし頼盛は相変わらずの再起間髪ぶりを見せ、時に頼倉を差し置いて前に出ることもありました。それが一層頼倉の不満を煽り、二人は修復しがたいほどの犬猿の仲になってしまったのです。亀裂がやがてお家を揺るがす事態に。頼盛と頼倉の溝が埋まるわけもなく、彼らは相良氏が文禄・慶長の駅に参戦するときにも仲が悪いままでした。さすがに主相良頼房もこれを危惧し、この時ばかりは両者に正史まで書かせたそうですよ。
一説には頼倉が都会を拒否して引きこもり、説得によってようやく出てきたとも伝わっています。どれだけ仲悪いのと思いますよね。しかし、引きこもる頼倉とは対照的に、頼盛は相変わらずのできる男ぶりを発揮して存在感を強めていくのです。しかし、二人の対立は一族にまで及んでしまい、文禄の役で都会中にこんなことが起こりました。深見一族の中でも頼倉側の竹下勘物は、深見長友が頼盛を養子にしようとした時も反対した人物ですが、彼の所領が検地によって没収されたのです。すると竹下とその周囲は、これは頼盛の差し金だとして、一族で籠城するという事件を起こしてしまったのです。都会中の頼房は頼倉を呼んで詰問しますが、頼倉は知らないですと答えました。そりゃ当然ですよね。頼盛はもちろん何もしていないので、多分お咎めはありません。こうして国元で騒ぎを起こした竹下らは切腹処分を下されてしまったのです。そして帰国後、頼倉はもしや自分は頼盛に暗殺されるのではとまで思い始めるようになり、なんと加藤清正のもとに出奔してしまいました。しかもなし崩しのように頼倉のジップなども出奔し、家臣が次々と他国に流出するというとんでもない事態になってしまったのです。出奔した者を切ったらさらに対立が根深く、家臣が他国に流出するというのは非常事態。戦力の低下だけではなく、機密も漏れる懸念があります。そこで頼盛は、これ以上の家臣の流出を避けるべく動き出しました。まずは、出奔した頼倉らの妻子を捕らえ、監視下に置いたのです。頼倉らは奪還騒動を起こしますが、頼盛はこれを阻止しました。すると、それを恨んだ頼倉派の者たちによって城下で殺傷事件が起きてしまったんです。もうこれではお家がめちゃくちゃですよね。それでも頼盛は混乱を収めるべく、その後出奔した者たちを捕らえ70人以上を切ったと言われています。しかしこれで収まらなかったのが、頼倉の出奔先だった加藤清正です。この騒ぎは立派な私闘だとして、豊臣政権が発令した総武事令、大名間の私闘を禁じる法令に違反していると訴え出たのです。これを裁いたのは石田三成でしたが、弁の立つ頼盛はとうとうと自分の正義を述べて三成を納得させました。また三成と清正の仲が悪かったこともあり、裁きは頼盛に対してはお咎めなし、頼倉に対しては捕縛命令が下されたのです。頼倉はさらに逃亡し戦場で亡くなりましたが、これで頼盛と頼倉派の対立はさらに深まり、なんと明治時代まで続くことになったそうですよ。関ヶ原にて東軍への内通を画策し改易を免れる。関ヶ原の戦いの際、相良頼房は西軍に加担し、伏見城の戦いなどに参加しました。しかし、頼盛はこの中で東軍のキーマン、井伊直政と接触し、内通の手はずを整えていたのです。そして、大垣城での籠城中に相良隊は寝返り、城中にいた西軍諸将を殺害して降伏し、戦後は改易を免れたのでした。この時、頼盛は相良氏の代表として、西軍に着いたのは本意ではなかったと得意の弁舌を披露しています。こうして相良頼房は人吉藩22,000石の領地を得ました。頼盛は功績により筆頭家老となり、22,000石のうちの8,000石取りとなり、ずば抜けた存在感を示すことになります。頼房は頼盛に全幅の信頼を置いていたために、藩政を彼に任せました。しかし、これが頼盛への権力の集中を生むことになり、やがて彼の専横という色を濃くしていくのです。それに不満を持ったのが、頼房の後を継いだ相良頼弘だったのでした。
戦王と訴えられ津軽へ流刑に。寛永7年1640年、頼広は頼盛が戦王を極めているとして幕府に訴え出ました。頼盛は江戸に召喚され、小田原藩お預かりの身となってしまいます。一方、国元では頼盛の養子である田代、印度半兵衛が主頼広から誅殺されるのではないかとの危惧から屋敷に立てこもり、江戸屋敷からの使者まで殺害してしまうという事態が発生していました。この戦闘で頼盛の一族で100人以上が討ち死にしたのです。これを押し物乱と言い、人吉藩で最初のお家騒動となりました。国で起きた事件をおそらく頼盛は遠く小田原の地で耳にしたのでしょう。しかし彼にはもうどうすることもできませんでした。彼には津軽へ流刑との処分が下され、強制隠居となったのです。功績の大きさにより命までは奪われませんでしたが、すでに老齢となり一族を失った彼にとってこの裁定が幸いだったのかどうかというところですよね。そして津軽に流された頼盛は明暦元年1655年に88歳で亡くなりました。彼の子孫は人吉藩ではなく島津氏の薩摩藩に仕えることになったそうです。まとめ1、父を助けての戦いぶりを深見長友に見込まれ養子に臨まれた。2、深見長友の甥頼倉の補佐役になったが、再起間髪なため頼倉とは不仲になった。3、頼盛と頼倉の不仲のせいで国元で争いが起きてしまうほどだった。4、頼倉出奔により豊臣政権の裁定にまでもつれ込むが、巧みな弁舌でお咎めなしを勝ち取った。5、関ヶ原の戦いで相良氏は西軍だったが、頼盛の交渉により東軍に内通し改易を免れた。6、戦後戦王を幕府に訴えられ津軽に流刑となった。頼盛に権力は集中しましたが、彼が悪政を働いたようには見えません。そもそも内部でごたごたしているのが悪かったわけですが、頼盛一人ができる男だったがゆえに目立ちすぎてなおかつ鼻持ちならない印象を周囲に与えてしまったのかもしれません。戦国時代も職場での人間関係は大変だったのでしょうね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。